お祈りいたします。手のつまれからの時を豊かに導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アメきょは第一手作家の五章をお読みいたします。二十節から。予言を軽んじてはいけません。ただしすべてを吟味し、良いものはしっかり保ちなさい。今日はこの歌詞を中心に えー、吟味の考案としてですね指示予言の吟味に関してですね学びたいとこういうふうに思いますある時予言が来たんですねでその予言は何かっていうと入江、えー、コロマンさんと会うことになってたんですが私はあの予言者の中で世界最高の人はイデイコロマンさんであるというふうに思ってるんですけども会うことになったんですね。 でその時にですね、その予言は何かって言ったら、ですね、入江コラーマさんに予言しろっていう予言なんですね。ええー、みたいなんですね。大先生ですからですね。そんな恐れ多いことはできないとそしたら予言の内容はこう言いましたイ入江さんはいろんな人たちのために予言をしているとそして言葉を与えているけれども自分が言葉を受けていないとだから言葉を受ける必要があると。 あなたが予言しなさいと言われたんですね、まあ、そんなこと言われたって <laughs> そんな簡単なもんではないとそしたら予言の中でこう言ったんですねイレイさんはあなた方と共に協力している時が一番良かったって言うって言ってきたんですねそんなこと言うわけないなと思ったんですがまあともかく心に留めてですねそして予言すべきかどうかいろいろ考えつつですね えー、そして慰霊さんとお話ししたんでがねおっしゃったんですよあなた方と協力している時が一番よかったってこれはあの神様は印として置いて下さった言葉であるというふうに確信したのであこれは神様が語ってるなということを感じたのです,、ね、すぐ予言をいたしましたで神様はですね 予言の働きの中でいろいろありますが、この予言の働きの中で指示は非常に重要なポイントを持っている働きです。この指示の働きを通してですね、私は、私はね、素晴らしい祝福を得ていくと、こういうふうに思っていていただきたいというふうに思います。そしてですね、 指示される時に予言はその一つの主要な主あの手段の一つであるということを覚えておいてください。ね、神様はクリスチャンにいろんな形で御言葉を示すとか幻を示すとか夢を示すとか節を通してとか、えー、示しを与えるんですがその中でも予言は強力な武器であるということを覚えておいてください。 で、聖書にはっきり書かれてるんですね。詩の四章にこうあります。ある時、デボロは使いを送ってナフタリのケデシからアビノアムの子バラクを呼び寄せ、彼に言った。イスラエルの神主は公明寺ライタではありませんか。タブル山に進軍せよ。ナフタリ族とゼブルン族のうちから一万人を取れ。私はヤビンの将軍、シラセとその戦車大軍とキションの側のあなたのところに引き寄せ、 彼をあなたの手に渡すで預言者デボロを通して主は指示をされました「タボルさんに進軍せよと」とそしてこう戦えとでこの時に明確に神様が預言を通して指示をいろんな形で与えているこの一つの典型的な例が出ているのを見ますそしてこれはですね旧約聖書だけにとどまるわけではありません 新約聖書の神様は予言をこのいろいろ指示のために用いられます。その代表的な例がですね、使徒行伝の13章。2節にこう書いてあります。彼らが死を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナウマトサウルを私のために性別して、私が召した任務に就かせなさいと言われた。で1冊には預言者や教師がいたと書いてあり、 その場に預言者がいたことがわかりますで彼らとあるのでそこにいた何人かの人々に聖霊が語ったことがわかりますがこれは預言を通して語られた、えー、この聖霊の働きですですから旧約時代においても預言を通して指示をされるし新約時代においても指示をされるということをね覚えておいていただきたいと思いますそしてですね 私たちの教会での支持予言は非常に衝撃的な形で与えられたんですねで。私がある女性のためにお祈りしていた時に突然その方が予言をし始めたんですね。そしてその方の A さんが息子さんの B さんを殺そうとしてるとすぐ止めに行きなさいとこういうものだったんですね。 A さんはその女性のおばあさんでおじいさんである息子さんと福岡に住んでおられたんですね。それを聞いてちょっと私は困ってしまったんですね。それはですね、名古屋に行けとかね、荻窪に行けだったらね、すぐ行けますよね。で、相手は福岡でしょ。そうすると飛行機から新幹線で行かないといけなくて、もし違ったらね、何万もかかっちゃうわけですよね。 で私はですね、それで、ね、どうするかって惑ったんですね、主から来たという可能性は否定できなかったんですね、じゃあ、絶対に主から来たと,と言えるかっていうと、そこはまだわからないと、ただし、行けというわけですね、でそれでですね、結局、殺傷的な確認はできなかったんですが、行ってもらいました。そしてね、その方がおばあさんに話したときに、 おばあさんはびっくりしてどうしてそれは分かったのって神様が教えてくれたって言ったらですねそれは本当の神様だって言ってその場で神様を信じたんですねでおばあさんはえっと洗礼を受けました私の手によって洗礼を受けてあの今天国にいますでこの時に指示予言これが表されているわけですねで指示予言っていうのは 神の働き上重要なポイントを持ちますえこのお会いの時の再臨前の後の雨の時代のポイントになってるっていうこの一つの大きな理由はこの指示予言の働きにあると言っても過言ではないということをねどうぞ覚えておいてくださいしかし神の指示と考えることほど吟味なしに動く時に危険なことはないなんですね ですから指示予言はポイントなんだけどこの指示予言をしっかりと吟味させないと指示予言を通しての神の御心は生かされないとかえって混乱しちゃったりなんかするとで多くの混乱が起こった一つの理由はですねこの指示予言に対する吟味がなかったり吟味が不十分であったりやり方が分かんなかったってことが大きな理由ですですからこの指示予言に対する吟味っていうのは鍵になると。 こういうふうに思っておいていただきたいとこういうふうに思いますで指示予言が現代はないという人たちがいますがそれは間違って捉えています精神的にはっきり書いてありますしまた同時にですね、まあ、私の体験したことを皆さんに言ってますけれども例えばあなたは今回のアメリカ行きで突然メキシコに行くことになるとそしてそこで説教するってねこんなこと起こりますか皆さん それからマーリン・キャロドー,ーがあなた方の教会に非常に深い抱えとなって協力関係を持っていくと再施術牧師が来るとかいろんな助けをしてくださるとかこういうこと皆さんありますかもしよんでだるめだったらあるかもしれませんがそれは事実でまさに主が生きて働くという一つの印となっていますよね。で 支持予言というのは重要なポイントであるので私たちはそこを落としてはならないとこういうふうに思っておいてくださいしかしね見分けないといけないんですね OSCC に来た宣教師がですね証しをしてました日本に来た時にですね間違いだったんですね食べ物屋に入って目の前にコーヒーが置いてあったので コーヒーの蓋を開けて飲んだらすごい味でバーって吐き出しちゃってるんですね。で後になってねそれがですね醤油という名であることに気が付いたとしょとコーヒーとちょっと似てますからですねでこの時吟味をしないで対応したその問題点が出てきますですから吟味をするっていうことは重要なポイントです。 えとメキシコに行った時にですねちょうどメキシコに行ってロバスさんとメキシコに一緒に行ってあなたは説教するって言った時ですね説教したんですねでその後ですねえっ、ー、といろんなその何人かの方々に祈られてですね予言されたんですねそしてその予言の内容は何かっていうとですね、まあ、ショッキングな予言であって 私たちの教会が分裂していくという予言であり教会の人々が霊的に死んでいくという予言だったんですね。で私はね混乱してしまいましたねパニックになってしまったんですね。そしていろんな人たちに祈ってもらったんですが落ち着いてみるとですねあれってことになるわけですね。それは何かっていうとですね私がずっと受けていっている示しと違うのです。 これがねその内容がそれとともにですね霊的な感覚が違うんですねそれとともにちょっと人間的なものを感じたんですねあのメキシコ人ではないんですがこ予言した人の日本人に対するちょっとね意識マイナス意識があるっていうことを感じたんですね。 それでね私は結局どうしたのかというとですねその予言を受け入れませんでしたそして教会はですねその予言の逆になりましたねそこからどん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 発展していったんですねでこの時にですね見分けるってことが非常に重要な意味合いとしてあるとこういうふうに思っていていただきたいというふうに思います そして、えーっと、指示予言をどういうポイントで見分けたらいいかということをね頭にしっかり置いといて対応するということが大きなポイントです。それを通してですね予言を通してなされようとしている神様の働きが大きく開かれますし逆に間違いからも守られていくということをね覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね指示予言を受けた時に誰が義務をするか。 これはもう基本的に受けた人いいですか受けた人これが吟味しますでもちろんあの霊的な段階もあるでしょうからね教会をた教会の助けを受けながらおのおのが吟味をするとこれはいいと思いますしかし自分よくね私に吟味してくださいっていう人がいるんですけどダメ あの自分で吟味しないといけない聖書の内容を見てみますと明らかに自分でやれっていう内容ですからですね自分でやるで分かんなかったらいろんな助けを受けたらいいと思いますねこれは基本ですですから、えー、TLEA における予言の働きにおいてはですね絶対自分で吟味するいいですかそして良ければ受け入れ良くなければ受け入れない結構ね 予予言言っってて外れるんでですす新約時代の,言っていうのはですねだから皆さんも恐れる必要はありませんすごい予言をしたい予言者の予言を聞いたりするとですね何か当たってるかのように思うんですがそれはホームラン打ったって三振するバッターはいくらでもいるわけであって誰でもそうですよねですからたまたまそれは妥当だったわけですけれどもそれ以外のことは妥当かどうかはこれからの問題であるとだから妥当であれば受け入れ妥当でなければ受け入れないと。 何だか分からなければ頭の隅に置いといてそして影響されずにそのはっきりするまで歩んでいくとこれが一つ大きなポイントとしてあるということね覚えておいていただきたいというふうに思いますそれで予言の吟味のまずポイントはですねえー、聖書的であるかどうかこれはまず一つポイントです しかし、指示予言はより具体的なものですので、聖書的であるかどうかって言ってもよくわからないことがたくさんあるわけですね。例えばアメリカ行けって言われたときに、その行けっていうことは聖書的であるにしろ、アメリカ行くことが聖書的であるかどうかなんてよくわからないわけですね。だから、えっと、よく知らない方々は、聖書で吟味するって言いますが、 聖書で吟味できることはね、処方的なことです。だから聖書で吟味することは、えー、吟味の入り口だと思ってください。ここから吟味するんですね。もう大体の場合そうでしょですね。例えば個人の畑を知ろうなんて言ったときにですね、聖書で吟味できないもしかしね、その内容自体はね、使い方自体は聖書的であるということは分かりますが、じゃあ、 カンボジアに個人を作れるとかなんかが来た時にですね、じゃあ聖書からそれを吟味できるかっていうと、皆さんできないのです。だから、聖書の吟味っていうのは、予言の使い方とかね、それが聖書的であるかどうかを確認するという、そして、内容が聖書であるかどうかを確認するということであってですね、吟味のね、スタートラインみたいなもんですね。 もちろん聖書では吟味できちゃえばいいんですけどね。全部ね。でも多くの場合はスタート台みたいなもんだから、皆さんは成長的なことはまずスタート台だと思ってください。そしてそこから吟味をしていくっていうことなんですね。で、私はあの、えっと、福音派からカリスマになったものなんですね。それでその時にですね、カリスマになったらちょっと大変だなっていうのがわかり始めました。 だ霊的に見分けないといけないでしょでそうしますとですね聖書的に対応しないといけないのですねですから皆さんねそう思っていただきたいとこういうふうに思いますでまず聖書で確認をするとしかし聖書で確認できるような予言はごくわずかです聖書はこの予言が妥当なラインにあるかどうかということを測ることができたとしてもですね それ以上に行くには他のことをしないといけないと。じゃあ2番目に何が必要なのかって言いますとですね、先ほどあのメキシコに行った時のことを言いました。えっ、ー、と、いろんな人たちが来てて、ね、私に祈りました。その時にですね、これは違う予言だぞっていうふうに私が受け取った理由はですね、私の受けている示しと違うのです。私はですね、そこで初めて予言を受けたわけではありません。 私は予言なんてしょっちゅう受けてます。予言なんてっていうか予言の素晴らしい恵みをしょっちゅう受けてます。祈りの中で聖書の中でいろいろ示されています。そしてその中で私の道が示されてるわけですね。で、それとね、一致しないときにこれは違った方向から来たっていうことをですね、この判断する一つ大きなポイントとなります。ですからですね、 受けている示しと一致するかどうかこれが一つ大きなポイントです一致したからといってそれがすぐそうであるとは限りませんいいですかそうである場合もあるしそうでない場合もありますから気をつけなければいけませんが受けている示しとの一致っていうのはですね吟味上大事なことであるとこういうふうに思っていただきたいと思いますそしてですね 3番目はね、霊的な感覚。予言が来た時の霊的な感覚なんですね。で、聖書ではこのことが述べられてるんですね。我々が聖霊のバプセスマを受けるとき、どうぞ皆さんバプセスマを受けてください。御霊に満たされますね。そうするときにですね、9つの,の御霊の身の 神様の働きの大きなポイントが現れるわけですで愛とか喜びとかねちょっと変化が起こってきますまずそれが一つ起こってきますそれとともにですね9つの賜物を使えるようになるんですね異言とか預言とかそれでねその中にね霊の見分けの賜物ってあるんですだからえっ、ー、とある方がね聞きに来ました 霊のの賜物をたたいこう言ってきましたで私もねよく知らなかったので、えー、一緒に祈ってあげましたけどもですね私たちが精霊のバフテスマを受けた時に実は皆さんね「霊の分けの賜物の」目がもう私たちのうちにあるんですそうしますとねどういうことになるかというとね それを使う時にその芽が花を咲かせ実をならせていきます成長してくるんです成長してくるんですですから皆さんねあの霊の見分けっていうのはすでに私たちの内側にあると思ってくださいそしてそれを使う時にねその霊的にそれがどうなのかっていうことの判断ができるようになってきます 具体的に一発で当てられることもであります。で、この時にですね、霊的な見分け。霊的な見分け。これは施策とかね、こういう聖書とかそういう見分けではありません。霊で見分けるのです。具体的にですねあの。見分けられるようになります。例えば教会に来た人がいたのでですね、ノンクリシャがいたんですけども、 非常に強い悪霊の力を持ってました。だから私その人に言ったんですね。あなたは、ね、イエス様信じてないけど、威厳語るでしょうって。それを言いました。威厳語りますって。どうして悪霊の霊に満ちてるからです。でそれはわかります。で私がわかるんではなくて、皆さんにわかります。どうしてわかるのかっていうと、それは私たちのうちに内住され、 私たちが精霊に満たされたときに表される精霊の働きながらですだから私ができるように皆さんもおできになります、えっと、私はですね威厳の解き明かしの賜物もは苦手だったんですね威厳の解き明かしのことをやったことはあるんですけどもまあ異様な現象が起こったことがありましてね やったことがあったんですがよくわからなかったんですねでもね私はわかります私ね威厳の見分けできるんですそして解き明かしができます皆さんもできますどうしてできるのかというとね聖書にそう書いてある聖霊の賜物のことが書いてあるで,で、威厳の解き明かしって書いてあるわけです ができるのですできるのです <laughs> ここで変な方に言っちゃあれなんですが例えば賜物の働きというのはそういうものです聖霊に満たされて我々が使い始めるときにそれが動き出すっていう特徴を持ってますで、この中でですね霊の見分けを皆さんが使い始めるときあるいはそれを意識して祈りそして判断を求めるときに動き始めます 最初は幼いいもものでであったとししててすねそれ成長く分かるようになる、はっきり当てられるようになる、そして判断できるようになる、まあ、それが一つですね。ですから、3番目には、ね、例の見分けのことですね。それから、ね、4番目は何かというと、ね、具体的な確証です。 ここで、えー、の一つのことが書いてあるんですね。神様に示されたときに、いいですか、予言やなんかを通して示されたときに、具体的な確証っていうのは一つ見分けのポイントになります。例えば、私にアルゼンチンって奉仕をしなさいって言われたときにですね、アルゼンチンからの招待がなければいけません、私に。アルゼンチンに行けるお金がなければなりません。 理由がなければなりません。それがあっていくのです。で、この時にその具体的な確証っていうのが一つ大きなポイントになった。で、ある方はですね、こういうことが示されたっていうんですね。しかしね、正しい場合はいいんですが、具体的な確証なしに言ってる方々がいらっしゃるんですね。で、具体的な確証がない時に、どうなるかっていうとですね、 具体的な確証がなくても示しがまさに示されてそうなることはまあまああります。しかしですね、これは非常に危ないことです。だから具体的な確証をしっかりとさせるということはね、重要な意味合いがあるということね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。 そしてですね、さらに必要なことは何かというとですね、平安です。5番目に平安。でえっと、平安というのは霊の実なんですね。聖書を見てますと、ガラテヤ書に書いてます、ね、御霊の実。 見たの実っていうのは聖霊様を私たちに注がれて聖霊様を満たされる時の聖霊様による皆なんですだから私たちの内側に見たの実と見たの賜物の聖霊様の働きがついてありますでこの時にですね平安っていうのはですね見たの皆なんですだから見心の時に平安を持つ逆に不安がある時はね気をつけたの ジョージ・ミョラーは言ってましたね不安のある時はやらないってで私もねそれは学びとして学んで不安のある時はですねやりませんでしたでまさにえ平安が一つ大きなポイントとしてあるんです平安が安心する気持ちだと思ったらなりませんどうしてポイントだって言ってるのかというと御霊の身だからです聖霊神様の身だからです それが一つ大きなポイントとあるので平安が必要であるとこういうふうに思っておいてくださいそしてですねそれを通して見分けるのですそして神様はですね見心かどうかをね示してくださいますだから即を求めてくださいでクイズの,あの取材者じゃないんですねこれが A このことは見心ですか、見心でないですが、当ててみなさいなんて言わない。見心ならばね、はっきりと示される。で、示されない,い,な,いならば、受け取っちゃダメです。正しいときは、それに従ってください。正しくないときには、捨ててください。しかし、なんだかわからないときはね、何度も言ってますよ、頭の隅に置いておいてですね、そしてですね、影響されない。 そして、はっきりしたときに、受け取るなり、捨てるなりするっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、ここでですね、私が海外選挙を始めたときのことが書かれています。で、霊様は予言を通して言われたんですね、えっと、これから海外選挙が始まると。しかしね、あなたの体はこれからの海外選挙に耐えないと。 韓国に行ってですね7日間断食してきなさいって言われたんですねで私はですねその当時、えー、とここに書いてあるのは6回入院かな3回手術をしており2回真相になっていました体はね治ってはいたんですが確かにねそんなような状況でね普通の海外旅行はできるかもしれませんけども厳しい海外選挙ってのは無理の状況 ででっったんんす私はそう思ってませんでしたけど、ね、だからね断食しろって言われたので、まあ、これは神から来たというふうに受け取りまして断食をすることになったんですが問題は次に言われた言葉です。それは何を言われたのかというと韓国のチ陽ウ牧師の北に行けって言われたんですね。で国境沿いに北朝鮮の国境沿いにチ陽ウ牧師が北に持ってたんですね。 しかもね、もっと明確に言われました。それは何かっていうと、超四義牧師の個人の祈祷室があるんですね。祈祷の穴。その当時あったんです。超四義牧師が使ってるやつ。その祈祷の穴で、それを借りて7日間断食しなさい。そりゃ無理ですよ。どうしても無理なのかっていうとね、私は超四義牧師を知ってるけど、 徴用無力者は私を知らないわけですよ。ね向こうから見れば、たくさんいる中の一員にしか過ぎないわけでしょ。それがね、個人の祈祷質を貸して7日間祈らせろって言って、そんなこと、怒るわけないでしょ。私ね、そんなこと、怒るわけないと思ったんですね。そしたら神様が言われたんですね。何と言われたのかっていうとね、 徴用牧師の祈祷の穴は私の穴である。だから私が使わせるって言ったまあ、そりゃ理論だけどそううまくいかないのが現実であると思ったんですね、私はですね。しかしそう言われたのでですね、ともかくトライだけはすることに立ちしました。そしてですね、韓国に行ったんですね。そしてその 教教会会に行行っったたんんでですのね、うん、そしたらあの祈祷の加害の人が出てきていろいろ世話をしてくださいましたで連れてって,てくれるってことだったんですね祈祷員にねでその時にね私言ったんですよね「張先生のね個人の祈祷室で七日間祈らせてください」って言ったんですねねそしたらね彼はね。 私があたかもその話をしなかったかのようにですね全く無視して違う話をするわけですねでそれを見た時に私は思ったんですねあこれはねダメだっていうことだなとま無理だっていうことだなと思って諦めようとしたんですがでも緒に割れてるからそう簡単に諦めるわけにはいかないのでもう一回言ったんですねでも,もう一回無視されたんですねでももう一回言ったんですねそしたらね なんか嫌な顔して仕かなさそうな顔してじゃあそんなにいいのはねトライだけですよトライだけはしてあげましょうとかなんか言ってですねそしら韓国行ったんですよそして韓国で祈祷院の責任者のところに行ってね紹介してくださってお話をしてくださったんですねそれでこれからよろしくって言ってね徴用ヨン牧師のこと言わないでね帰ろうとしたんですよその人ねでこ,れこれ大変だと思ってですねで 私はですね、もう自分で言うことにしました。そしてね、その祈祷院のリーダーの方にね、趙四義牧師の個人の祈祷室で7日間祈祷をしたいんですけども、貸してくださいますかって言ったんですね。そしたらね、その人ね、にこっと笑ったんですよね。そしてね、それはちょうどいいって言ったんですね。ちょうど張先生はですね、7日間奉仕でいないと。だから空いてます。 だからあなたにそこを使わせましょうと言われたんですよ。そしてなんと私はですね予言を通して主が言われたように韓国に行き長陽義牧師の祈祷室でですね7日間誕生した。でそこからね開戦が始まりました。そしてですねそれ以降、えー、っと最近はね入院したりなんかしてるんですが25年間。 私は歯医者以外の医者には行きませんでした体力がガラッと変わっちゃったんですね、えー、そしてですね一緒に回線に行く人がね言い始めました私の体力についていけないってまさに精霊が言われたように私の体力がその時にね大きく強められたのですねでその時に予言の働き今何時 あ35分ねあ。じゃあもう一個話を入れようと思ったらじゃあやめます。予言の働きです。そしてね、予言の働きを通して一つ分かるのは神様が生きて働いているということです。これほどまでに配慮され動いておられるのかっていうことをね、私たちは感じます。で私たちの信仰とか歩みに大きなポイントになるんですね。 で神様はですね予言の働きをクリスチャンの祝福として置いています。また神様の働きを広げるポイントとして置いているんですね。そしてすべての人がですねその門が開かれている。ですからですねどうぞ熱心に求めていただきたいと思いますしまた同時に吟味これがポイントになりますので、ね、どうぞそれらを覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。 天皇様あなたの命名を感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。